Hi everyone, what's up? My name is Irene. Please call me Ire-chan. And it's time for Hello, Ire-chan. さあ、このチャンネルでは短い時間ですぐに役立つワンポイント英会話を紹介していきます。恥ずかしがらずに Repeat after me。 声に出して英語を楽しく身につけていきましょう。それじゃあ、Hello, Ire-chan. 今回のワンポイントレッスンはこちら。I'm up for it. I'm up for it. はい、連休があると結構お誘いとか受ける人もいるんじゃないでしょうか。この週末買い物行こうよとか、どこどこ行こうよ、何々しようよなんて誘われると嬉しいものですよね。いいね、それいいね、行こうよ、やろうよ。そういう風に元気よく答えたいときに、ぜひこの I'm up for it 使ってみてください。ん？ I'm up、 自分は上がった、ちょっと違うんですね。この I'm up for it、 こういう風に使うと、いいよ、やろっか、それいいね、そういう意味で使うことができます。例えば、明日買い物に行かない？ Do you want to go shopping tomorrow?と聞かれた時に、 Oh, I'm up for that. いいね、それやろ、行こう、そんな風に使えたり、あと、何でもいいよっていう時にもちょっと応用して使えますね。明日何したい？ What do you want to do tomorrow? I'm up for anything. もう何でもいいよ、やろうよ、乗り気だよ。そういう意思を伝えることができます。逆に否定形でも伝えることができますね。明日クラブ行かない？ Do you want to go clubbing tomorrow night? と聞かれた時に、I'm not really up for it. あんまり乗り気じゃないんだよね。そんな風に答えることもできます。 I'm up for it. いいね、やろうよ、行こうよ。そういう時に使える、とってもカジュアルで、便利な表現なんですが、ちょっとじゃあクイズ。 I'm down、 こういう表現もあるんです。アップじゃなくてダウン、これはどういう意味だと思いますか？正解は同じなんですね。そう、両方ともいいね、やろうよ、それ乗った、そういう意味があるんです。どっちやねんっていう感じなんですけれども、I'm up for it、 I'm up for なんとかでもいいし、 I'm down、やろうよ、同じような意味で使うことができますので、ぜひ使ってみてください。この I'm down に関しては、特にアメリカ、カリフォルニアの方で使うことが多いみたいです。ぜひぜひローカルになった気分でね、やってみてください。それでは一緒に発音していきましょう。 I'm up for it、 I'm up for it、 ぜひ使ってみてください。バイバイ。Channel. Ire Channel.